明石タイガーが世界一おいしいたこ焼きを焼いとるりゃ。おり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 あれ、どないそんなこんなに焼いたおかい。おめえどんな口が言ってんだ。売り残ったらママさんにボコられるで。そら売りゃいいんだよ。売りゃ、そのたこ焼き全部買うよ。ドアホ、全部買うやつが何やってんで。買ってくれんの。明石タイガ君だね。僕は安藤、世界中のパズドラゲーマーを取材している。兄ちゃんいい人だね。エビさんにゃ。いや、熱々のうちに食べるんだぜ。セミハ、世界一うまいにゃ。兄ちゃんありがとう。本当にいい人だぜ。ああ、お題がまだだったね。見えたか？見え、ストップ、チラッと見終わったかもしれん。何？
ユキコ先生だ。ドラゴンミラーミュミュエペソミラー、ちくしょう、あいつもグルだったのか。返さんかい。いい人だと思ってたのに。うわほにゃ。あの人はパズドラジャーナリストの安藤さんでやんす。なに、パズドラジャーマンスープレックスジャーナリストにゃ。お似合いだわ。思った通り、ユキコちゃんには安藤くんがお似合い。なんて恐ろしい笑い顔だ。絶対悪いやつにゃ。ゲンさんたちの様子を聞くでやんす。こちらさくら、ゲンさん今のところ異常なしよ。こちらリュウジ、前山田先生何か考えながら散歩中。了解でやんす。よし行くぞ。ユキコちゃんのご両親を結婚まで導いたのも私なのよ。だから、うん、だからユキコちゃんのこともあ私がお世話しなきゃって。ちょっとごめんなさっす。まずいこっち来た。もう猫はせえへんぜ。日曜朝のひとっ風呂は最高だぜ。ユキチ、緊急事態よ。ユキチ、トラゴン、ユキル、やだ帰る。つらいトラゴン、帰るまでやってもうた。まずい、商店街に向かってる。でもなんで、うずきさん大変だ。前山田先生とゲンさんを絶対に会わせるな。二人が会ったらおしまいだ。おしまいみたい。言ってるんざます。そんなことはさ。
勝負。ちょっと安藤君、君とは一戦交えてみたかった。手加減はしないよ、大河君。行くぞドラゴン。ドラゴン、ある時は猫、またある時はカエル、さらにまたある時は有村ゆき子。せやけどその実態はパズドラ界最強モンスターのドラゴンにゃ。中心のチームか。明石タイガー、まだパズドラ歴は浅いのにぐんぐん成長しているという噂の若手選手だ。どれほどの実力を持っているのか試させてもらおう。周遊闇の中で8コンボも。はじめましてやにゃ、ワイトラゴン。あんたももう牛さんかいにゃ。いい当たりしとるにゃ。コンボの技術はいいものを持ってる。じゃあこれならどうかな。ジェネリオン。ペシェドラで1ターンの間ダメージ 50% にしてお邪魔ドロップを5個送るぜ。とナインガルダ。ドラゴンタイプの攻撃力が2倍になって、さらに相手のドロップをロック。ドロップを与えない作戦か。あんたがうつさんねだ、ワイはまた乗るにゃ。オレ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 。いいね。Ugh!
時間が1秒減らされたにゃん。大丈夫だ、落ち着いてやればいける。シュビシュビン、はっ、来いよシュン。1秒くらいじゃあんまり影響ないか。血液パンチ、ユキコ先生。隣の町に向かっていく。もう大丈夫ね、ユキチに知らせるわ。ユキチ、二人は町を離れたわ。そっちは？今は6ターン目、凄まじいゲージの削り合いでやす。兄貴は7コンボ、安藤は4コンボ、いや落ち込んで6コンボでやす。どういうことだユキチ。え、ユキコ先生のためにパズドラ勝負？ドラゴン！ああ、ドラゴンのすごい一撃でやす。この7ターン目はすごいでやす。あと少し削れば兄貴の勝利でやす。どうしてユキコ先生のお見合いがパズドラ対決になるのよ。まったくわからない。まずいよ。次で終わりか。でももう少し粘らせてもらう。バーストロミュー。いやー、ヒトロップがお邪魔に。大丈夫だドラゴン、こっちにはシェリアスルーツがいる。なんだよ、火が足りねえ。どうするタイガー。決まってんだろ、俺のコンボとお前の根性で終わらせる。いくぜ、2点エムマガッシュ。それが噂の二刀流。ユキコ先生のため来い、愛の落ち込む。チャレンジカップの本戦ラウンドに進んだだけあるね。僕の負けだ。ユキコさんは君に返そう。やったー。あの、ちょっと木村さん、僕はまだ結婚するつもりはないんです。安藤さんにちゃんとお会いして断るつもりで来ました。ごめんなさい。そんな、あれってことは、いらんことしたんや。先生、勝手なことしてごめんなさい。ディアンス、うちのアホが申し訳ないにゃ。みんなありがとう。ユキコ先生。はい。ユキコ先生、ここにいらしたんですか。ユキコ先生、大丈夫ですか。元気がねえそうじゃねえですか。私は元気ですよ。お腹すいた。アカシ君とこのたこ焼き食べようかな。毎度。元気でまっすぐで素晴らしい選手だったよ。また会おう、タイガ君。ユキコさん、なんだなんだそのデレッとした顔は。ゲンさん、マイケンに新たなライバルが出現したんじゃないのか。さあ、誰がユキコ先生のハートをつかめるのか。この番組はプロゲーマーを目指す少年たちの物語である。